がゴリゴリに塗ったところとかある。特にチークが濃いですね今日。ピンクいわ今日。ほてっちゃった。ほてっちゃった。あ、クッキーありがとう。ちら。こんばんは。やほみんな。おしゃべりしようよ。ありがとう。毎日楽しみにしてるの私のメール。ありがとう。嬉しい。送りがいあるね。そうやって言ってもらえると。日常ですよ本当に。昨日さトリートメントつけすぎてさオイリーなんだけど助けて。今日よく洗おう。明日劇場なんですけど、明日会う人はあの髪の毛多分ちゃんと綺麗にしていくと思います。いや今も綺麗なんだけど、あのトリートメントつける量が未だにはっきり分かってなくて、なんか適当にプッシュプッシュしてつけれてると意外になんかオイリーになっちゃったりするんだよね。ショールームありがとう。こちらこそありがとう。見てくれてメール見てきた、ありがとう。嬉しい。返信はしたいなって思った時にしていただけるとよく見てます。やっほー。何眉毛が見よまるってどういうこと。私は眉毛だけじゃないですよ。眉毛以外も見よまるです。3月24日と5月26日申し込みました。お、そこの予定があったのかな。ありがとう。今4時受付中で明日の12時までかな。そうなんですよ。今日ツイッター更新したので反応ください。皆さん引用ツイートやらリプやらいいねやらリツイートやら何でもかんでもぜひ拡散よろしくお願いします。ありがとう。酔っ払ってるみたいって言われる。酔ってない。いいでしょ。最近ね、宮村さんはチークを入れるのが好きない。もうほっぺがピンクって可愛くないっていう、なんか女の子って感じがして可愛いけど、めっちゃ入れちゃうから、あの本当に大丈夫ってぐらい入れちゃうから、いつも自分でも鏡見てあのすごい熱かなってぐらいほっぺピンクいからびっくりする。これがあの撮影とかの映像になるといい感じなんですけど、実物見ると結構ピンク。メールたくさん送ってくれるから嬉しい。本当たくさんかな。本当に1日何十通とか送ってるメンバーいそうだけどね。自分はまあ平均3ぐらいかな、分かんないけど、好きな時に好きな時送りますって感じです。丸々メールの通知来たら休憩しに屋上行くの。たくさん送ってねだって。私じゃああれじゃん、たまにさ夕方からしか送んない時とかあるから、そういう時は夕方にしか行けないね。ストレス溜まっちゃうね。今日は今日何時に送ったっけ。一発目昼か。みーちゃん最強だわ。ありがとう来てくれて。あいいな、劇場版スパイファミリー私も見たいの。今日見てきたのいいな。ウリー中身っていい女感あるよね。いや一歩間違えたらあれですよ、あのなんていうの、清潔感がない人に見えちゃうから気をつけないとね。もはやみおたんからメールがないと生きていけないからな。やばいじゃん、どうすんの。急になんかメールメンテナンスですとか言われてさ、一日遅れませんとかなったらどうする。まああんまないと思うけど、え29日ぐらいにさメンテナンスなかったっけ。忘れてたけど、全然終わったよね。気づいたら終わってたけど、なんかメンテナンスしてた気がする。あみんな知らなかったらごめん。あハートありがとう。レイヤーで髪巻くとき先気になる。うん、なんかこのこいつでしょ、このこいつね、この2段階レイヤー私作ったんですけど、最近あの普通に巻いてなじませることもできるし、私昨日のモバメの自撮り、あの映画館で3回も泣いたって言ってるやつ、あれうまく多分負けてるんだけど、ああいう巻き方しても全然あの出てこないし、自分はストレートでも巻きでもどっちでも全然自由自在だよ。巻いてレイヤーだけくるんって内巻きにする時とかもある。いろいろ使い放題。
3月17対戦よろしくお願いします。たよろ、楽しみ。みんな嬉しい、私に会う予定を立ててくれてありがとうね。幕張追加しました、ありがとう。ねみよまるさん幕張弱いからみんな助けてお願い。幕張いつも寂しくなっちゃうから、たまにいつも寂しくなっちゃうからたまにって、日本語おかしいね。あのね、人がいなくて寂しいんで、幕張行くよっていう人は絶対にみよまるのレーンにも寄ってください。お願いします、お願い、待ってるよ。ありがとう。チョコもう完売してるでしょ。してないよ、完売してた分も復活してるよ。お、リポストした、ありがとう。最高、みんな拡散よろしく。横顔めっちゃいい、ありがとうね。え、あの写真さ、載せるとこなくてとりあえずストーリーに載せてみた。ちょっと乗り遅れないように、忘れないうちにさっき見つけたから載せてみた。スクショして、ぜひ保存したい人はスクショしても、スクショしてトリミングしても被んない位置に文字入れといたから、ぜひ横顔好きはぜひ保存してください。ストーリー見て、ツーショット申し込んだ。えー、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。名前覚えとくね、ありがとうね。名前ぜひ言ってくださいね、認知したいんで、何々だよって。飲んだ。でツーショットは衣装ですよ、愛のホログラムとどうでもよくないの、あのチーム S のカップリング曲ですね、の衣装着ます。10通ぐらい送るメンバーもいる。なんかさ、仕事とかなんかメンバーが周りにいるときはネタがあるんだけど、割と、まあ、あんまり送んないけど、そのなんかプライベートがそこまでメールをめちゃめちゃバンバン送れるほど潤ってないんで、なんか本当に些細なことばっか送ってるよね自分。でもリアル、それが本当にリアルなの。どう考えても払えないぐらい4時申し込みましたね。え、ありがとう、嬉しい嬉しい。ちょっと今日コスプレ1個買ったのよ、制服買った、制服、あー嬉しい、制服買っちゃった。もう21なのに、キャー。だからあのどこで着るかはちょっとまだ決めてないんですけど、また届き次第着れるようになり次第着ますね。ありがとうございます、みんなたくさん応募してくれてありがとう、お世話になります。皆さん4時も5時も多分あるのかな。てか全然コメント追いついてないわ、最新のやつにしよう。待って、全然コメント読めてない、最新のコメントにしよう。はい、上新さんのライブ日完売してる。そうなんですよ、気づきました。そうなんですよ、さっきストーリーに載せたんですけど、 B、 あの上新のあのなんとかディスクピア、ディスクピアが私の今回の生写真がついてくるウェブサイトなんですけれども、あのついにネオウィングじゃなくなるという事態が発生しまして、皆さんネオウィングね、全シングル、全然シングルぐらいずっとネオウィングだったんよ俺、本当に。だからみんな多分ポイントとか溜まってとかあったでしょ。でもこれはあれですか、ネオウィングさんはネットしか買えないってこと、あれ上新ディスクピアさんは店舗もあるってことですか。違う、ネオウィングさんはね、ネオウィング広島になったの、あ、店舗数が違うのか。はぁ、予約しました、ありがとう。ネットだけじゃないけど、あれだよね、店舗がってことだよね。なるほどね。あー、皆さんぜひ今回は上新ディスクピアゲットしてください。初回版タイプ B に私のあのジャケシャじゃんで、チーム S の曲が入るのがタイプ A ですかね、合ってる
今めっちゃ上心からメール届く。あれさ、自分もさ買ったんよ。生地芯欲しいから普通に買ったんだけど、なんかお母さんがやってたけど難しいって言いながらやってたから、みんなもそこをね険しい道のりを乗り越えて買ってくれたんだなと思うとありがとうございます。関西では結構店舗ある。あ、ほんと？あと、ありがとう。関西行きたいの？関西のみんな何してる？てか今関西から見てる人、みんなどこから見てるのか。先走って買ってた。え、先走って買ったら、あ、え、私の名前自身ついてくないってこと？え、それは残念。はいはい、ありがとう関西。おきに。お、いいね。みんな結構関西の人多くない？うん、ありがとね。知ってる NMB のあのメンバーが6人ぐらい並んでる、なんか映像見たことある。上心東京から見てます。私名古屋。すごいすごい、みんなでみんなつながってるね。すごい。あ、東北いた、北陸いた。すげえ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 。沖縄いない？関西人の名古屋住み。おお、みんなあれなのかな、名古屋に来たよって人は名古屋にあれですか、転勤とか普通にスキーのためとか。スキーのためにここ来るってすごいよな、たまに見かけるけど。ありがたいです、愛だよね。すげえ、沖縄はあの頃の君を見つけたの撮影で、 MV 撮影で行きまして、1回目に行った時に、あー可愛い、ありがとう、大好き、私も大好き。なんか MV 撮影で一発目に沖縄に選抜のメンバーで行った時に、あの土砂降りだったのよ。でリップシーンがうまく撮れなくて、後日もう一回沖縄に行き撮り直しました。あのね、5人ぐらいで海に入って水ふわーってやって撮る時だったんだけど、でもうね2回目行った時本当にやけどするかと思ったぐらい暑かった。もはや一宮住みたい、やばい。面白っ。沖縄修学旅行で行った。おー、いいね。上心のイントネーション、え、イントネーション違います？上心、上心じゃないの？上心、上心上がる、上心じゃなくて、この宮丸さんのいつも喋ってるトーンでいくと上心、上心。 OK、高いよ、テンション高いからね、上司いい。あ、そう、あ、来た、みんなこれしっくりきた、ごめんごめんごめん。先週の生誕祭参加しました、ありがとう。みやまるさんのファンがいっぱいで愛されてる子だなと思いました。え、あなたは私のファンじゃないんですか？もうファンですけれども、よろしくお願いしますね。はい、ぜひ、あの4時受付中ですのでお待ちしてます。もう生誕祭一緒に過ごした仲だから、よろしくね。上心、上心、 OK、 上心ディスクピアです、お願いします。こうやって言わないと
上司になっちゃうからオッケー、みんな repeat after me。 上司上だから、上司オッケーオッケーオッケー、 yes yes yes。 一宮にふるさと納税してるからほぼ住んでる気でいますえ、一宮にふるさと納税したら何もらえる？え、マジ？おもろ。え、すごかったよ。なんかさ、生誕の時さ、サイリウムがさ、一発目幕ふわーって開いた時に真っ赤やん。で、あれ、あよきみなやぼくにって一発目後ろ向いて始まるんよ。だからサイリウムの色がファーって後ろの黒い幕にちょっと反射するんよ。で、なんかミクルの生誕の時かな、めっちゃ真っピンクだったの。すっごい真っピンクで、うわめっちゃピンク可愛いと思ったので、自分の時赤かなって予想してたんだけど、え、もうなんか赤って、赤と黒ってすごい、なんかもう一瞬でこうすごい明るい曲なんだけど、あのダークな色味が目の前に広がって、ちょっとねすごって思ったエクスプロージョン、よかった、ありがとう。アーカイブ何度でも見てください、 DMM で。いや、私待ってみようかな、明日公演だし、定点見ようかな。初回版タイプ B はね、上新さん の、 あのウェブサイト見たら分かるんですけど、初回版タイプ B やっぱりね、みよまる推しさんに人気でして、あの今は完売ですけど、分かんない、いつか再入荷する可能性もあるし、あのどうでもよくないが入ってるのってタイプ A ですよね。だからタイプ A もおすすめですよ。今こうやってなくなったの、え、大丈夫大丈夫、寝ないよ、寝ちゃいなよ。マジ声出なくなったことないんだけど、人生で。元気すぎ。あ、マフラーもらった、あ、いいね。ふるさと納税するとマフラーもらえるんだ、一宮、いいね。チョコありがとうね、アイテムありがとうね、みんなね。え、そう、あのね、コクマブルーベリーの時の色めっちゃ可愛かった、めっちゃ私の好きな色だった、ありがとう。そう、紫ピンクね、かわいい。私の好きな色しかもうねえ目の前になかった、すごい、ありがとうございます、ありがとうね、クッキーありがとうね。すごい、私のルームでアイテム投げてってくれる人嬉しい、ありがとう、見てるよって。私からしたら結構嬉しい合図ですよ、コメントとアイテムと。紫担当でした。おお、コアクマブルーベリーってなんて可愛い曲なの、嬉しいんだけど、あの曲のセンターできて可愛いよね、嬉しいよ。上手の端っこだったから DMM の映像でちょいちょい自分の背中確認できた。あ、やべ、ファンの人もさ、自分映るとうわ自分だってなるのかな。ねえ、ハートありがとう、クッキーありがとう。ピンクのペンライト振ってる自分違和感でしかなかったいつも赤だからってことピンク、ピンクも好きな色なんだよね、女の子って感じするじゃん。私の中で好きな色は赤とピンクなんですよ。もう見てわかるよね、ここにあるものでわかるよね、私の好きな色味がわかりやすい。身の回りのものも全部ピンク、すっごいよ。私のテリトリー、あのこの辺は私のテリトリーなんですよ、この辺見たら分かる通りに、マジでピンクばっか、持ち物から何まで全部ピンクだし、最近全部キティちゃんなんだよね。宮丸の生誕が久しぶりのエス公演だったからちょっと懐かしさ感じた。へえ、たくさん見に来なよ。え、めっちゃ周りのものめっちゃキティちゃん、全部キティちゃん、 ほぼおパンチウサギもねいるけど、おパンチウサギもピンクやん。キティちゃんかわいい、かわいすぎる。え、全部ピンクだと逆に落ち着くんだけど、やっぱかわいい、かわいいものに包まれると自分もかわいいって錯覚できるよ。本当におすすめ、かわいい。
え、猫ちゃんかわいい。何これ、ありがとう。そう、ピンクの領域展開してる。あ、領域展開で思い出した。え、全然呪術廻戦に関係ないんですけど、あのアニメで最近見てるアニメがあって、あの青のエクソシスト見てます。見始めました。今多分ね6、7話ぐらいかな。青のエクソシスト見てる人いないかな。なんか悪魔をこうエクソシストになって倒すっていうあれなんだけど、そう、主人公がそのエクソシスト になるみたいな。え、そう、見始めた。え、見てる？おお、いいでしょ、いいでしょ。岡本信彦さんですね、素晴らしい。でもね、まだまだね、あの他にも見たいのいっぱいあって、リアルタイムで見てるのはあのマッシュルとうるせえやつらも見てるのと、薬屋の独り言も見てて、今のところ推しキャラはまだいないっす。青エクって言われてんだ。へえ。ちょっとね、最近アニメまたちょっと見てるんで、私ネットフリで見てるから、なんかおすすめあったら教えてください。青エクコミック読んでました。私アニメ派で、めっちゃアニメばか見ちゃうや。マオマオかわいいね。猫猫って書くのかわいくない？ああいう名前になりたい自分。野村マオマオ。猫猫かわいい。なんで猫猫なの、かわいい。てかマッシュルおもろい。マッシュルめっちゃおもろいんだけど。ガチおもろい。ずっと笑ってる。みやみや。野村みやみや。みんなもアニメ見てるね。え、青のエクソシストってそんな昔のあれですか、アニメ作品。え、そうなんですか。まだ何も知らないがゆえにわかんないや。白稽古まだそこまで行ってないかも。ネタバレやめて、ネタバレやめてください。お願いお願いだから。フリーレン、どんなのか分かってないけど分かる。どんなのか分かってないけど分かるはやばい。タイトルしか知らん。見るべき。自分マジ見たいやつ渋滞しすぎなんだよな。エヴァンゲリオンとかも見てみたいし。ちょっと待って。僕の心のやばいやつはあのマリンちゃんがめっちゃおすすめしてくるから見ようかなと思うんだけど、ネットフリにないんだよ。だから他のやつに課金しなきゃいけないんだよな。ガンダムか。野村さんガンダム見れるかな。他にもね、いろいろ見たいものはいっぱいあるので、時間が許す限り見たいですね。なるべくちょこちょこしか見れてない。1話ずつちょっとでも、エヴァンゲリオンに関しては見たいんだけど、なんか有名なシーンみたいなのがあるじゃん。そういうのでネタバレ食らっちゃってる。ちょっとだけ。スラムダンクは見終わりました。ちなみにアニメは見終わりました。チャンスがあればいつか映画が見たいですね。野村さんのおかげでアニメにハマりました。やったー、引きずり込んだ、やった。本当に話そうよ。
話そうね、アニメいいじゃん。いいねいいね。配給、配給さ、泉ちゃんと映画行こうかな。ねえみんな、泉ちゃん今何してる？みんなに聞いてわかるかな？泉ちゃんって今何してるん？ちょっと後で LINE しよう。配給見に行かない？え、配給行きたい。ゴミ捨て場の決戦だっけ？知らんよね、ごめんごめん。え、配信してる？あ、10時まで配信してたのね。ああ、なるほどね。いや、泉ちゃんは起きてますよ、絶対に。そんな早く寝るはずない。意外にね、8期はね、夜更かししかいないんで、早く寝るのユースポぐらいね。ユースポも遅い時は遅いですけど、ユースポが1ちゃん寝るの早くて、でその次に私で、でその次にまあ誰かな、マリンちゃんで、その次泉ちゃんで、その次ルーちゃん、多分横にゃんとかは早いじゃん。カホリンわかんない。カホリンって寝てんのかな。カホリンが寝てるとこ私見たことないんだけど、寝てんのあの人。え、カホリンって睡眠取ります？取る生き物ですか？横には多分早寝だね、いつもね早く寝てるもん。カホリンって寝てる？なんかカホリンが目の前で仮眠取ってる姿とかあんまり見たことないかも。あ、倉島さんは、倉島さん遅いっすね。遅いけど、ゆずぽ、私で、私と多分私と同じくらいじゃないかな。詳しいね、ほら、かほりん12時の配信終わってから夜ご飯食べてんの、体に悪っ。でも私も12時の配信終わって夜食食べてお風呂入るときとか全然ある。今お仕事終わった、お疲れ、頑張ったね、偉いよみんな、もう本当に今日もお疲れ様です。今日もみんな働いたの？ねえねえ、働いたんですか？やっぱりよく寝る子が身長高い感じする？いや、私まあ遺伝もあると思うけど、本当に寝る子は育つの結果がこれ。本当にわかんない、ファンの人で私より高い人からすると、お前何言ってんだよって思うかもしれないけど、あの8期の中で言えば寝る子は育つって感じしますよね。働きました、働いたよ、偉い、偉すぎるよ、上心。偉い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 、エロいに聞こえる、やばい、えらい、上心、上心、うん、上心。上心合ってますか？わかんなくなる、忘れたんだけど、上心、上心、え、どっち？上心、はい、オッケーオッケーオッケー、上心。うるさいって言われた、ごめんなさい、うるさいって言われました、黙ります、黙る、今から夜勤です、頑張れ、頑張って、頑張るーちゃん、やばい。あ、ありがとう、ハートラブレター、どうもどうも。いや、むずっ、ちょっとこれを取得するにはあと何年かかかりそうですね。頑張ります、上心、ディスクピア、名
ム写真予約したけど個別のイメージになってた。うん、個別生写真さ、あっちの方の衣装なんやって思った。紺色のみおちゃん、紺色の服着てることなかなかないよ。サイン書き終わりましたか？いいえ、あとね、あと多分何百枚かあります。この後書いて。かわいいプリンちゃん、また書く。大丈夫、間に合う。ちょっとお腹汚れ。じゃーん。お顔がでかい。お顔がでかいんだ。ぷーちゃん。わかる？人間と並んでもこの大きさよ。でかいよね。お顔が。存在感えぐいんよ、ぷいって。かわいい。いや、私よりはちっちゃいよ、ぷいの方が。ぷーちゃーん、かわいいね。ハグ。かわいい。ほんとにさ、かわいい。かいしょ、ぬいぐるみみたいでしょ。そうなの。ありがとね、花束とか。アイテムありがとね、みんなね。3月16日握手会申し込んだ。みよまるに会えるの楽しみです。みよまるに会えるの楽しみですのみよまるがさ、34の丸になる人初めて見た。ひらがなで打った方が楽じゃない？お母様、ぷいちゃんを私にください。絶対に嫌です。しかもお母さんじゃなくて、まず私に許可取ってくれん。あげんけど。生誕くじまだかな。だって生誕くじは景品考えたけど、あ、私物プレゼントはもう準備できてるけど、それ以外まだ準備できてないの多いから準備しなきゃ。今日写真あさってたらプイがいて存在感すごかった。ぷいちゃんやばい、かわいい。ぷいちゃん、ぷいちゃんはね、足のマッサージをすると喜ぶんです。すごい、34丸でみよ丸って書く人初めてだった。いいよ、あなたはそれで書いていいよ。面白い、かわいいじゃん。かわいいな。今まだ膝の上にいるよ。ねえ、コメントしてくれなくなっちゃった。みよまるって書いてくれてた人、3月16日楽しみにしてるね。口がでかいところそっくりじゃない？うん、かわいい。かわいすぎるよね。私のショールームって騒がしいよね。ごめん、わかんない。他の子がどうやってショールームしてるのかマジでわかんないんだけど、多分すごいよく喋るかも。テンション高いと暴れるとこに似てる。え、わかる。なんか多分公演終わりとか、なんかの仕事の後とか、相当疲れてなければめっちゃテンション高いよね、いつも。抑えられないんよ。
自分じゃ自覚なし。明日入る？そう、明日劇場だよ。わーい。ゆうちゃん鮮魚やだ、魚やだ、魚やだ、泳げないし自分。みんなツイッター反応した？後で見る。後で見ちゃう。お母さんといい関係なのがわかる配信。だって。へえ。ここにいます。どのやつ？今日の来ないのってやつ。来ないの？え、あの写真漏れてると思ってさ載せたんだけどさ、意外に反応薄くてさ、あ、意外にこれ漏れてなかったかもって思って後悔した。でもその後悔をなくすべく、あの、反応ください。あと4時受付待ってます。お待ちしてます。いいね、リポスト返信3点セット基本ありがとう。そうやって思ってくれてる人がいて嬉しい。で、引用リポストはマジで大好き。全部好きだけど、リプも大好き、いいねもリツイートも大好き。え、そうなんだよね、毎回さ何時受付って始まるやつスパン短いからほんと気をつけてないとさ、気づいたら終わってたりしない？この写真めっちゃ可愛かった。やった！そうやって言ってもらえたらもう私はそれで満足。自分がどう思うかよりもやっぱり出した時にファンの人がどういう反応をくれるかっていうのがすごい、やっぱり自分じゃ分かんないんだよね、自分の写真のこう漏れてる漏れてない問題。やっぱりね、こう客観的に自分のことってあんまり見れないじゃん。だからね、やっぱりね、よくお母さんとかお姉ちゃんにこの写真どう思うとか私聞くんだけど、人から見てどう見えるかめっちゃ大事だよね。あ、みよまるさんって書いてる人いる。34丸さんに会えたのが嬉しかったです。嬉しい、いなくなったと思った。漏れてたのでたった今リツイートしてきました。ありがとう、嬉しい。やった、いいお得意分野よろしく。4時までには申し込み終わっていたい派です。どういうことだ？無事受付買わないよってこと？メンバーの漏れてない時っていうのがわからない。めっちゃあるんだけど、漏れてない時あるある、全然。なんかね、むくんでる時はダメだね。一日働いて疲れ切った顔が一番漏れてたりするんよね。そうそう、だからショールームはいつも私夜やるじゃん、こうやって。だからもう一日のむくみが取れてる状態でやってる時がまあ7、8割なので、漏れてはいるかも、割と。でも動いてるからな、ずっと決め顔でいられないからな。おしゃ補正なしでも全部可愛い、ありがとう。そうやって言葉に出してくれるのが一番嬉しい。ありがとうね、可愛くいられるように頑張ろう。うん、そうなんよ。自分でうわこれ全然漏れてないけど、でももう載せるものないしこれ載せようかなって時にこそ反応が良かったりするんよ。わかんないんだよね、本当に。自分だとやっぱり自分がこう考えるものってなんか自分で自分に制限をかけちゃって、意外にね載せてないものも多いんですけど、載せてみると意外にっていう時もあるんだよね。今日の相性診断 90% だった。え、そろそろ100にならん？
そう、嬉しい。照れずに可愛いって言ってくれるのが嬉しいね。みよまるの分だけ最終日まで確保してある。あとはテンションで追加する。ありがとう、楽しみ。すごい、みんながそうやってね、行くねとか撮ったよって言ってくれるとすごいモチベが上がるんです。私自身もなんかね、このトーク会の受付期間って、多分これ私に限らずメンバーみんななんですけど、なんか自分がこう思ってるよりも意外に危機感というかめっちゃ多分あるんだよね、それぞれに。私もあるんだけど、すごいね、不安になったりする。大丈夫かな、自分に、自分のファンの人、自分にファンの人ってどれぐらいいるんだろうとか、来てくれる、足を運んでくれる人はいるのだろうかとかなりますよ。どうやっても 50% 超えないそんな難しい問題が出てきますか、私の相性診断。ピンクのリップ香り、ありがとう。1年ぶり、楽しみにしてる、嬉しい。オンラインロングトーク会は1枚何秒なんだろう、何秒だろうね。僕も営業成績に追われてますね。そうだよね、なんかやっぱり人間ってさ、こうなんか日々なんかこう人生山あり谷ありと言いますか、私もね、こう仕事の中で、あ、このライブとかこの例えば舞台とか山場だなっていう仕事こうちょこちょこ来るんですけれども、そういうのを乗り越えると、あ、また成長したなと思うし、それをね、やっぱりファンの人と一緒に乗り越えるっていうのが大きいよね、すごく。それを今私はあの8年目なんで、8年続けてるから、でかいです、その一緒に過ごした時間というのは。本当に愛たくさん伝えてるつもり、ありがとうね、嬉しい。マジでみんな大好き、ありがとうね。なんかこういう時、不安になる時、本当にね、ファンの人いてよかったなってめっちゃ思う。そうだから、ここまで頑張ってきた自分にも、あの、頑張ったねって言いたいし、ファンの人にはもうありがとうって言いたい。初めての現場楽しみすぎる。え、初めてなの、すご。私も楽しみ。 SK で尻相撲したら誰が強いと思いますか。100の村さんは弱いっす。尻相撲って何何、尻相撲って何、誰が強い。リアルに強そうなのはね、まあ、ユキさんは強いだろうな、プロレスやってるもんね。チカさんも強そうだな。あとは青木とか、あとはそうだな、誰だろう、根性でマヤちゃんが勝ちそう。うわ、マキコさんだ。あ、ヨコニャンも、うわ、アイリちゃんも強そう。みんななんか根性で勝ちに来そうだもん。すぐ折れる私なんて。指相撲は強いです。指相撲だけは負けないよ、この武器がついてるから私にはネイルという武器がついているから私、これでも力士。いやー、みんな強いだろうな。私さ、私そんなガタイ良くないんだよね、ヒョロヒョロだから弱いと思う普通に。あ、倉島さんも強そうだね。あ、青木はあのリカちゃんのことですよ。オシリンさんはオシリンさんって呼びます。あと自分ね、指が柔らかいんです多分、すごいね得意です。
すごい、もうこうやって逃げられるからこっちにも行けるし、あのこっちにも逃げれるっていう、あのすごいんよ、親指の反り方えぐい。NG ワードを言わせる対決って何それ。勝てそう、でもそれなら勝てると思う。おもろショールームで星に乗る言葉選手権なら多分ショールームやってる時間割と長いからあのできますよ。え、自分びっくりするの、あのね結構さ、何百回何千回ってこれ配信してんだよね、すごいよね。握手会行くと指相撲できますか。あのやりたい人は全然できますけど、あの武器ついてるんで気をつけてくださいね。それ怪我させませんけど、はい、あのやるからにはマジ死ぬ気でやってもらいますよ。はい、こっちも負けません。でもファンの人の視圧強そうだもん。職業によっては本当にさ、なんか力仕事してる人とか私の骨折れるんじゃない。でもそういう人は見た目で判断して嫌ですっていうね、普通に。あの折れそうだからやめときますって。おもろ。ちょっと本当にゴリゴリマッチョの人とはやらないよ。指相撲は。それ握手にしとく。それは握手で。さすがに。この人なら勝てそうだなって人とはやるね、じゃあ。いい。剥がしの人がね、何やってるんっていう目で多分見てくる。おもろい。ひょろがりなんで弱いです。うん、私もひょろがりなんで。いや、マジで。ひょろひょろよ。自慢できることじゃないけど。やばい、尻相撲で話広がりすぎね。さすがラジオパーソナリティ、やった、ラジオパーソナリティしててよかった。あ、皆さん毎週ね土曜日ね2時30分から東海ラジオさんで聞いてくださいね、これ好きレディオ、よろしくね。あ、皆さんお便り送ってくださいね、お便り送るのは無料ですからね、よろしくお願いします、送ってくださいね。福祉会根性注入頼めますか、だって根性注入とは何でしょうか。握手してれば自然とパワーは伝わると思いますよ。なんかね、OK、その指相撲とか OK 出す人が弱いとかそういうことじゃなくて、あの本当になんか殺気を感じたらやめます。殺気とか、あの本当にこの人とやったら私はもうあの指が折れるっていう判断を私が勝手に下したらっていう話なんで、相当強そうじゃなければ大丈夫ですよ。はい、背中にバンは多分できないですね。平手打ちやばい、それ私が追放されるやつや。後ろの人ドン引きね、多分やばいんだけど、ビンタかなっていう、おもろ。多分ビンタ、私人生で誰かにビンタしたことないんだけど、そんなやつに見える、やめて、ド偏見だから。それ自分は本当にもう優しい人間、みおちゃんは優しい人間だからね。叩かれたい蹴られたいってめっちゃ言われんの。何？やったことないんだけど、本当にびっくりしちゃうわ。どこからそんな顔だけやんね、このね割とねきつめの顔があるから、あのいやなんかそうやってね人のことね、なんか踏んだり蹴ったり踏んだり蹴ったりしてそうらしいけど、マジしたことないから、ど偏見ね。おもろ、踏んだり蹴ったりよ、強そう。だからさ、強いわけなくない、どう考えたって。誰かと喧嘩すらしたことない。口喧嘩とかもあんましたことないかも。あんまっていうか普通にしたことない。自分妹だからいつもお姉ちゃんに口喧嘩で負けるのが当たり前だったから、自分は口喧嘩弱いっていうこうなんか頭なんだよね。お姉ちゃんは口喧嘩強い。え、これもう全国共通じゃないの、姉の口喧嘩最強説。
え、お姉ちゃんいる人いないの？口喧嘩めっちゃ強くない？お姉ちゃんって詰められたい、やばい。あの武器ついてるんでこれ武器じゃないんだけど、可愛いと思ってやってるからやめて。自分で言い始めたけど、いやマジでね、お姉ちゃんガチ強いの、マジでやばい。チカ子ラブリー身を丸でシリーズもしてもらうか、それだとチカさんが勝ちますよ絶対に。推しメン同士でシリーズもうか、めっちゃおもろいなそれ。あの手形会よりもシリーズもお会いする。その場にいる何人かいるじゃん。この前だったら研究生と岡さんとリカちゃんととか、なんかそういうメンツの中で選び放題みたいな。この子とこの子にシリーズもしてほしいです。そういう会やったらめっちゃ盛り上がりそうだけど、メンバーの、あの体力がなくなるね。わかる、お姉ちゃん物理的にも強い、わかるね。お姉ちゃんいる人本当にさ、お姉ちゃんって強いよね、強く生きような。そうなんだよ、次女はね本当にね、ま、妹は容量がいい、それはそうです、めっちゃそれはそう、それはそうなんですよ。こうなんかね、言い方悪いんですけど反面教師じゃないけど、こうなんか、あ、お姉ちゃんがこう 何か失敗したりとかした時は、あ、私はこれ気をつけなきゃなとかなるじゃないですか。やっぱり私よりも一足早く中学生になって、一足早く高校生になったりとかするわけだから。で3歳違いなのよ。そうだから、お姉ちゃんが中学卒業の時に、私は中学入学だったから、あ、じゃあ私は中学の時にこう過ごそうとか考えてたよ。あ、ありがとうございますね。あの DVD の特典とかの方がおもろそう。妹が容量いいのめちゃめちゃわかる。お姉ちゃん欲しい人生でした、一人っ子。私が姉妹の妹かな、年齢的にはなってあげる。一人っ子か、倉島さんじゃん。あのね、八期は妹が多いんですよ、完全に。カホリン、ヨコニャン、あと泉ちゃん、私、ルーは妹だよね。で倉島さん一人一個じゃん。でマリンちゃんが長女で、私妹じゃない。みゆちゃん妹にしたい？え、もうめちゃめちゃいい妹になると思う。妹力超高いと思うよ私、間違いない。私マジで妹としてめっちゃ生きてるから、妹力高いよ。もう本当に任してください。妹になれます、私は。妹には逆らえませんでした。なんかお兄ちゃんと妹だったら妹が強くない？そういうイメージなんだけど。なんかこう、うわー、お兄ちゃん欲しかったなー。自分お兄ちゃんいたら絶対イケメンだったと思うんだ。絶対にお姉ちゃんの顔がお父さんなのよ、そのまま。マジでお姉ちゃんの顔面はお父さんだと思ってね、みんな。はい、なおちゃんね、お姉ちゃんの顔はお父さんなんですよ。で私はお父さんの顔とお母さんの顔がうまくミックスした顔なんですよ。で多分、いやでもお母さんに似てもお父さんに似ても絶対に男顔は最強だったと思う、マジで。めっちゃそう思うもん。お姉ちゃんが男バージョンって考えたらめっちゃ美形だと思う。え、私のお姉ちゃんにみんな実物会ったことありますか？年の離れてる兄がいるけど何でも聞いてくれる。最高じゃん。でもなんかやっぱり男兄弟がいる女の子ってわかるよね、めっちゃわかる。スキーのメンバーでも、あ、この人は絶対男兄弟がいるなってわかるもん。クマさんとかめっちゃ、あ、男兄弟いそうって思う。
あ、ない？ないです。握手会である？一回だけ。多分ない。ない人多いよね。絶対そうだよね。お姉ちゃんもう表出てないからな。お姉ちゃんのインスタフォローしてる？みんなフォローしてあげてください。フォローしたら喜ぶんで。握手したこと、握手したことある？ほらやっぱりクマさん弟いるんだ。絶対そうだよね。なんかやっぱり女の子、私姉妹だからさ、こう女の子のノリみたいなのがあるのはわかるんだけど、こうなんかやっぱり自分にないもの、ちょっと男の子のノリを感じるメンバーっていうのは絶対に確実に男の兄弟がいる。キナノとかもそうだし、あとはね、誰かな、男兄弟がいそうなメンバーは、マジでわかんないな。あ、でもミレイちゃんは男兄弟いるよね。けどあんまり男味感じないな。だからみんながみんなそうじゃないんだ。野村姉妹と太田姉妹は違う。当たり前に違いますよ。あやめろさんめっちゃお姉ちゃんと顔そっくりだよね。あ、ミレイちゃんお兄ちゃんいるんだ。うわー、ミレイちゃんがガチで自分の妹の世界線めっちゃ羨ましいんだけど。お兄ちゃんそこ変わって、マジ林ミレイが妹なの、めっちゃいいやん。うわー、いいなー、ミレイちゃん妹にしたい。最高に可愛いじゃん。なるほどね。倉島さん一人っ子、おもろ、 SKE おもろ。もう林ミレイタンのお兄ちゃんになりたいは全人類の切実の願いじゃないのこれ。やばいよね。でも聞いてくださいね、ここにも妹いますんでお願いしますよ。皆さん野村美桜を妹にしたいとは思わないですか。いや思わないよな、妹って感じしないもんね。妹じゃなくない？友達か彼女か彼女の友達かとかその辺、なんかもうこうなんか姉妹って、姉妹じゃないか兄弟って感じしないもん。そう、彼女だと思ってて、そういうこと。妹にしたい、下僕にされる、やばい、どういうイメージ、おもろ。いや下僕になりたいって言うんだったら別にいいですよ。だしさ、自分に妹がいる人は絶対想像できないよね。飼い主かな、まあそうですね。そういうこと、主です、我は主です。ミュージアンと姉妹だったら私も背高くなれたかな、それはどうかな。それはどうかな。だって私お姉ちゃんと、お姉ちゃん別にめちゃくちゃ背高いわけじゃないよ。お姉ちゃんはね160センチ、私168ね、全然違うでしょ、8センチ違うんだ。口に出すと全然すごいな。女王様愛をください。オンライン何部取るかずっと悩んでる。まとめるかバラすか、どうだろう。でもお任せします、いっぱい喋れたら私は嬉しいです。そうだよね、オンライントーク会穴場だよね。てかオンライントーク会はぜひ、あの名前が見れるので、あの本当に自分、私今みよまるに認知されたいという方はオンライントーク会マジおすすめです。なんでってメモできるんや、オンライントーク会は。
そうメモできるし自分のペースでできるから最高なんですよ。認知する場所としてはマジで最適な場所なの。168ってスラムダンクのリョータと同じ身長、やばい。ちょっとスラムダンク見直したい。リョータとその他のルカワくんの身長差みたい。マジルカワくん、ルカワゴー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 レッツゴー、ラブラブユカワ、ルカワユカワ誰。オンライン特会は仕事で残念、悲しい。新規が来たらメモするの？もう知ってる人はそれはメモしなくても知ってますんで。でもあこの人あこういう名前だったんだとか、はい、自分があ覚えたいって思った人絶対あの返すよ、書きます、覚えなくちゃと思うんで。メモと一緒にスクショ取れたらいいのに。まあそれはそうだね。でもまあメモで特徴書いてれば思い出せはするかな、ある程度は。私次来た時にあこの特徴の人何々さんかもかもってなるだけでも一歩前進なんで。いや認知マジで命かけてるよ。認知をすることによってどれだけ距離が縮まることか、大事。その人のことを知ろうとか覚えようとか思えること、それが楽しいね。しかもあと4分なの、衝撃受けた、やばい喋りすぎ、普通にこれ好き2回分ぐらい喋った。絶対これ好きって30分ラジオなんですけど、収録全然40分50分とぐらいしてる時あるんで喋りすぎね普通に。でいつもなんかあのやばいもうスタジオ使える時間がなくなるって言って焦りながらあの最後の方撮ったりするんだけど面白いよ、楽しみだな。みんなと早く喋りたいな。認知なければ楽だったかも。なんで認知あった方が絶対楽しいよ。これ好きノーカット版聞いてみたい公開録音とかあれば割愛されがちですね。なんなら曲削ってる時ある。そうだよ、足りないよりはいい、本当にそう。で面白いところだけをこう編集でいつも切ってくれて、それがみんなの元に届いてるって感じかな。あ、いろんなところに行く人が認知されてない方が都合がいいってこと？私にだけ認知されないよ。脳が多分特別感あって楽しいと思うよ。多分無理やりこうなんかみおちゃんにだけ認知されたいと思って言ってても他のメンバーがあの認知してこようとするけど、もう固くなり自分の個人情報は私にしか言わないっていうルール作ると多分めっちゃ楽しい。てか私がめっちゃ楽しい。それ特別感あんの最高じゃない？いいじゃん、そういうの大好きね。いつかやりたいね公開。話せるのそわそわしてきた？みんなそわそわしててね。そう、あ、皆さん4時受付明日の12時までなのでお忘れなく。この後私のツイッターに飛んで URL を押すことをおすすめします。人来るかな大丈夫かな、大丈夫かな。マジでちょっとでも気になってる人いたらマジで来て。今回の目標がスピードが大事というね、スピードを大事にしているので皆さんなるべくみおちゃんのことは抑えておいてくださいね。上心、このポーズすると上心って言っちゃう。上心ディスクピアさんで、私の名は受診好きのついてるあの心理も変えます。おやすみみんな、またね。無事受付お待ちしてます。おやすみなさい、いい夢見てください。明日は劇場公演でお会いしましょう。
ありがとう、夜遅くに見てくれて。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。またねー。